明帝は南朝宗の第六代皇帝。姓は竜、名は。字は旧日の絵。正字は坂駅。439年10月南朝宗の文帝竜義隆の十一男として生まれた。448年和洋音に封じられた。452年7月小東王に改め封された。453年 劉将が文帝を殺害して、三を称すると、劉は、行基将軍の号を受け、休時中の位を加えられた。後部三が即位すると、劉は、秘書官となり、冠軍将軍の号を受け、南蘭領下避二軍大使となり、両医師頭犬元を務めた。454年、南北条東海二軍大使に転じ、慶口に駐屯した。五十五年一月、 健康に召喚されて、中森軍となった。11月、自中となり、遊撃将軍の号を受けた。456年、栄意に転じ、さまもる将軍の号を受けた。457年1月、中森軍に転じた。459年、都官省所となった。463年、両軍将軍の号を受けた。464年2月、支持説。 都督、序二州、ヨシの領軍諸軍児、陳北将軍、序州シュ氏として出向した。7月に、健康に召喚されて、自中となり、9月に、再び領軍将軍となった。465年1月、市自節、三期上寺、都督南与義公四州要州の戦場諸軍事守る将軍、南与氏氏として出向し、州止目塾に駐屯した。 6月、都督要領南北旗四州英州の協領諸軍事、ネイバン行為、要州市市に転じた。9月、海府義道三市の位いを受けた。龍の老いである前海底龍古業は、礼に反した行為が多く、大臣多数を殺害して、人心を失った。龍は、復信の元佃田夫や李道寺と、密かに協議して龍古業の範囲を図った。11月29日夜、 原築田夫や李道寺は、ことぶきさびこれらと結んで竜古行を五道で殺害した。竜は、検案を竜宮人に、西道に迎えられて御座につき、大臣たちを証見した。即位前であったため、霊所と称して、国事を決裁し、予称を留し、なお、参院公主、竜宗玉ら西を賜った。十二月、竜は、皇帝に即位し、大志元年と改元した。 進む安大隆子が、明帝即位に反対して、陣容で拒兵した。四百六十六年、隆子の乱に抗応して、助州師氏し、節安氏とをはじめとして、予氏州師神縁、清州師師陳文秀、紀州師師、再道子、小州行寺何系文、甲州師師縁久森縁、駅州師師、小警戒、領州師師流元子らが背き、明帝は、その対応に苦慮した。 節安氏とが、北儀の軍を引き入れたため、明帝側の長飛車士、陳、ユウこれらは敗北し、順北四州と予州の順二州を北儀に奪われた。内政面では、賄賂の横行や、軍事費、寺院の建設費などで、財政難になるなどした。また、第四大皇帝校、武帝の28人の男子を、全員殺した。472年4月、明帝は、 慶福殿で死去した。去年は三十四。名帝の人柄は穏やかで、読書を好み、即位前には、交差以来文章誌や、論語中などの著作があった。即位時方に司法に反乱が頻発したが、討伐軍の指揮官の親族が反乱に加担しても、彼らを疑わず信任し続けた。乱が平定されると、反乱に加担した者たちの大半を許し、能力ある者は任用して、 求進と変わらない待遇とするなど、肝心な態度をとった。その一方で、弟や老いなど、自らの息子の地位を脅かす皇族たちを次々に処刑した。また、知性の末年には迷信深くなり、不吉な言葉を口にしたり、文書に書いたものを処刑することもあった。肥満した体格で、全背景には女王と呼ばれていた。 全敗廷の命令で裸にされて、泥水を張ったお穴に入れられ、メッシュと雑食を混ぜた桶を直接口から食わされたことも、あった。晩年は、肥満から性的不能となり、小王や、側近の愛称が妊娠すると、彼女らを密かに高級に入れて、自分の子供として産ませたという。僧女巻八明廷期より、僧女巻72、シアス王求人でにより、僧女四十一 コーヒデンおよび南西城三34琉球電よりありがとうございます。